5月下旬から6月中旬の毎週金曜、土曜、日曜日に浜松フラワーパークと浜松フルーツパークでホタルを鑑賞する夜間開演が行われました。浜松フラワーパークではホタルの夕べと題し、18時から21時までの夜間開演を行いました。家族での来園者が多く、子どもたちは幻想的な光を放つホタルを興味深く見つめていました。来園者は大人も子供もみんな夢中になってホタルを目で追っていました。浜松フルーツパークでは源氏ホタル鑑賞の夕べと題し、夜間開園に合わせたトロピカルドームのライトアップのほか、ホタルの形をしたおむすびを販売するなど様々なイベントを行いました。この日は大正部との演奏会が行われ、園内はゆったりとした雰囲気に包まれました。初夏の風物詩ホタル、夜間開演でのみ楽しめるその淡く幻想的な光に多くの来園者が魅了されました。